しかったですね。KO もできたし、まあ当たれば全員倒せる自信はありますね。パンチ力だけ取ったら一番じゃないですかね。アウトサイダーが舐められた以降で自分が舐められてるのと一緒なんで、あんまり舐められちゃ困りますね。そっちがそういうつもりならこっちもブレイキングダウン舐めるんじゃねっていう感じで勝負したいですね。元アウトサイダーのチャンピオンだし、まあ、強いということは分かってるんで、その強い相手を倒して俺の方が強いっていうのを証明できるんで、戦えることは嬉しい。でも間違いなく強いでしょ、まあ、そういう相手と当てられる運命なのかなと思ってます。前回の模範戦見たんですけど、結構後ろに下がってたイメージもあったし、前蹴りで距離取ってたっていうイメージがあったんで、蹴り対パンチだけど、まあ喧嘩のつもりでやるんで、バチバチの殴り合いしたいですけどね。正直言ったらね、こう体の衰えとか、ね、40歳ぐらいになるとみんなあると思うんだけど、気持ちは衰えてないんだよね。若いやつらの勢いとかさ、舐め腐った態度がさ、昔思い出させてくれるっていうんじゃないけど、こっちもやってやるよってなりますよね、まあ喧嘩ファイトできてくれれば殴り合いして、まあ、純粋にどっちが強いのか証明できると思います。対抗戦って言っても、最後は俺と飯田の試合だと思うんで、どっちが強いか白黒つけたいと思います。